女子メジャー第2戦、全米女子オープンプレセンティドバイアライ最終日、2日、ランカスター CC、ペンシルベニア州、6583YD、パー70、初めてのメジャーで浴びた声援は格別だった。後半16番、239YD に設定されたパー4で武田レオは 3W で1音に成功した。イーグルパッドは15メートル。 フックラインを伝ってカップに飛び込んだボールに大ギャラリーが湧いた。すごい歓声だった。指笛をやっている人もいて、日本ではあまり聞かない。21歳の挑戦は大成功だった。2日目、3日目と、69を並べ、最終日は首位に7打差の8位からスタートして、71。通算3オーバーで9位に入った。 始まる前は自分がどこまでできるかちょっと不安だったんですけど、プレイしてみて、意外といけるな、って思った。また挑戦したいなと、トップ10入りで次回大会の出場権を獲得した。3週後には出場権を持つメジャー第3戦、KPMG 全米女子プロ選手権、ワシントン州サハリー CC、がある。 今季すでに国内ツアーで3勝を挙げても、自分がアメリカで通用するとは思っていなかった、と参戦を躊躇していたが、すごく今週、楽しかったので出ようかなと思います、とエントリーを決めた。日本でいっぱい優勝してから行った方がいいのかなと思ったんですけど、今週、すごい手応えがあったので頑張りたいなと。 その先にある将来の米ツアー挑戦のステップにもする。優勝した佐藤ゆか、単独2位の渋野ひな子のほか、6位の古江彩香、同じ9位の小岩さくらと共にトップ10に入った。過去の女子メジャーで日本勢が最も多くトップ10に入ったのは2008年の全英女子オープン、不動由里3位、宮里愛4位、上田桃子7位の3人。 トップ20は2020年のエビアン選手権、AIG 女子オープン、全英女子、昨年の全米女子オープンの4人だった。山下美優が12位、岩井千里が19位で終えた今大会が、いずれも最多人数を更新した。ペンシルベニア州ランカスター、桂川陽一。